ヒューロゴボルクバルトドイツに存在する自動車メーカー。西ドイツ時代の1961年に破産したものの2015年に中国資本の支援のもとで復活した。創業者はカール。カイ・ W ・ボルクバルトで、かつての本社はブレーメンにあったが、復活後はシュトットガルトに本社を置いている。ブレーメンの本社跡地はダイムラーの乗用車工場となっている。 カール・ボルクバルトは1920年、ドイツで共同出資者、ビルヘルム・テクレンブルクと共に、ブレマー・クーラー・ファブリック・ボーグワード &CEO を設立した。1924年には、彼が最初に設計、製造した自動車である、ブリンツ・カレンと呼ばれた2馬力の超小型三輪、デリバリー版が登場、個人商店の運搬用や、郵便配達者として、市場の隙間を埋めて成功した。 翌1925年にはゴリアトという名の三輪トラックの製造を開始、1931年にはハンザ・ロイト・ベルケを吸収合併し、ハンザ・ロイト・ゴリアト各社を生産する企業体、ボルクバルトグループを作り上げた。1937年に登場した乗用車、ハンザ・ボルクバルト2000が1939年に、ボルクバルト2000に解消されると、 会社名及び彼の名前自体が社名としても用いられるようになる。この頃には、ブレーメン近郊の大工場の従業員数は2万2000人に達していた。ボルクバルト4第2次世界大戦中は、軍用トラックや、無限軌道による遠隔操作式爆薬運搬車、ゴリアテシリーズ、ボルクバルト4などの製造を行った。イサベラ大戦中は、軍用車やトラックの製造に追われたが、 1950年には初の戦後型ボルクバルトハンザ1500をデビューさせる。前年に登場した1949年型フォードの影響が色濃いデザインは当時の西ドイツでは斬新でフォルクスワーゲンやオペルとメルセデスベンツのギャップを埋めるアッパーミドルクラスの乗用車としての地位を確立する。ハンザ1500は1954年にイザベラに発展。 セダンはなぜか2ドアのみとなるが、流麗なデザインの2ドアカブリオレやクーペも登場し、今日の BMW3 シリーズに近い、高性能、高品質な中型ドイツ車として人気を集めた。ボルクバルトは、さらに16バルブ 1500cc エンジンを開発して、フォーミュラ2レースに出場したり、同エンジンを搭載したスポーツクーペを少数生産するなど、モータースポーツでも活躍。 直列6気筒エンジンを搭載して、メルセデスベンツの画像に挑むボルクバルトハンザ2400、エアサスペンションを搭載した、ボルクバルト P100 などの高級車も生産した。カール・ボルクバルトは、ワンマン経営者、技術者として、これら製品のディテールに至るまで、その設計をコントロールした。1960年代近くなると、イザベラはじめ、 各ブランドの主力車種のデザインに球体化が目立つようになり、高級車の販売成績もメルセデスの敵ではなく、不審続きであった。起死回生を図って投入されたロイト車の新型車アラベラには品質面での問題が残っていた。ボルクバルトの業績は加工線をたどり、1961年に経営破綻し破産宣告を受けた。工場施設の一部は、 西ドイツの商用車メーカーハノマーグ社に引き継がれ、イザベラと P100 の生産設備はメキシコに売られ、1970年まで生産された。一生かけて育て上げた会社を失ったカール、ボルクバルトは1963年に72歳で死去した。詳細は EN、ボーグワードグループを参照新ロゴ2015年3月の ジュネーブ国際自動車賞で54年ぶりに復活することが報道された。新しいボルクバルトの創業者はカールの孫であるクリスチャン・ボルクバルトであり、復活発表に至るまで様々なビジネスパートナーと共に10年以上の歳月を費やしたという。新しいボルクバルト AG は2008年にスイスル・ゼルンにて設立され、共同出資者権 e o にはかつてサーブや ダイムラーに勤めたカール・ハインツ・ LKNSS、車体デザイナーにはかつてメルセデス・ベンツ E クラスの設計に携わったノルウェーのアイナル・ J ・ファレーデを迎え、実際の車体製造及び財政面での支援は中国の自動車メーカーである福田2社が行う体制である。同年9月、ボルクバルトはフランクフルトモーター賞にて同社復活後初の自動車として、 SUV のボルクバルト BX7 を発表した。BX7 は2016年より中国市場にて販売が開始され、欧州市場への投入は2017年頃が見込まれている。なお、BX7 は中国の自動車メーカーである北木集団の SUV である新田から X65 のシャーシをベースに、福田技車、札川良治のパワートレインを組み合わせて製造された。 ものとみなされている。2016年3月のジュネーブ国際自動車ショーでは BX7 よりも小柄なプラグインハイブリッド SUV である BX5 が発表された。グループ内のロイトやコリアと各社も含めて会社を整理したところすべての債務は弁済されたと言われる54年ぶりに復活へドイツの自動車メーカーボルグワルド2015年2月18日14時2分。 アフプブニュースハットクイル、ジョン、チャイナ、S、ホートン、セットツールオンチリバイバルオブボーグワードエーティーザ、ジェネバモーターショー。モーターオーソリティ、2015年3月31日、閲覧。httpwww.autocar.co.uk.car.news、モーターショーズフランクフルトモーター、ショー、ボーグワード BX7SUV リビールド。 フランクフルト・ハット・ブルース・クリス・ボーグワード BX7&BX7TS マークリトーン・アフター50イヤーブレイクオートブログ2016年7月19日閲覧フロリア・シプリアン2016ボーグワード BX7 トップスピード2016年7月19日閲覧 h t t p w w でアーテル ボーグワード BX5 オートザロンゲンフ -2016 から866万 1789HTML。ありがとうございます。